ダッシュで行こうぜ。どうも、タイヤでございます。刻んで行こうぜ。本日の動画なんですけれども、寒いね。だいぶ来てきちゃったもん。一気に寒くなったよね。マジでこの2日間だよね。やばいよね、うん、いやそれはね、普通に半袖1枚でさ、うん、生活できてたのに、あれみたいな感じだったよね。ほんと人肌恋しい。わかるな、ね、わかる。クリスマスソング聞いたんだけど、なんか胸がキューンってなった寒くなるクリスマス。もうあれらしいよ、女性の出会い系。人肌恋しい季節といえばでもないわこの季節になったらね、やっぱりちょっと重宝してくるっていうのは、まあ、もちろん今吉田さんダウン着てきたっていうのもあると思うんだけど、はい、陸上選手、ランニング選手やってきたらタイツ履いてくるよね。そうだね、うん、はい。冬季練習とかさ、タイツ履いてこなかったらお前何しに来たのみたいな、はい、言うぐらいのテンションじゃないですか。大事さ、冬季入る前で、もうシーズンもそろそろ終了ですよね。11月入りそうなので、これで皆さんに今回タイツ紹介していきたいと思います。はい。プロフィッツスポーツテックタイツプレッシャー、決まった。今日も決まりましたと。はい、決まった仕事終わったみたいな達成感ということで、今回もプロフィッツさんの、はい、向こうへ抜けらんないです。そっちから行くしかないな。こう行くしかない。競技場取っていくしかない。矢切り使えないと通れないです。矢切りも使えないちょっとおばあちゃんが道に迷ってました。迷うとこ可愛い、守りたくなった。はい、ということでこちらスポーツテックタイツ、今普通にロングタイツですね、いわゆる。これね、実は見てくれてる人って分かると思うんだけど、去年もね紹介させてもらっていて、ティギリまた紹介するのこれっていう方いらっしゃると思うんですけど、そのくらいいいものなんですよ。そうですね、のをお伝えしたいんですよ。おかわりで何度でも紹介するぐらい売れてるし、いい商品だよっていうのを再度お伝えしたいなということで、今回もロングタイツを皆さんに紹介していきたいんですけれども、ピップさんのタイツといえば大きく2つ僕いいなと思ってるところがあって、1つが安い。そうだね、もう安い。一番痛かったもん。一番痛かったよね。ドラッグストアでも購入可能という。なるほどなるほど。ちょっと待ってね、僕さっきのおばあちゃんちょっと抜け出せたんだおばあちゃん気をつけてね。そっちそっちそっちでいける。うん、気をつけて。そう、 100m。 ドラッグストアでも買えるわけよ。やっぱちょっとスポーツ用品店行くのとか、あとネットで買うのまだ怖いよっていう人が結構いるんで、見て買える素晴らしい一つの利点ではあるかな。価格帯、購入のしやすさっていうのがまず一番大事なポイントかなと思います。2つ目、弾圧なんですけど、締まりが強いんでサポート性っていうのがよりあるのかな。なんかやっぱ防寒対策っていうタイツで履かれると思うんですけれども、っていうよりかは他のこの筋肉もしっかり支えながら練習できますよっていうところもポイントの一つかな。僕も去年1年ぐらい前にこれ上げて1年間履き続けたんですけど、機能性が落ちることもなかったよね。なかったね。しかも結構入ってたよね。俺結構入ってた。だから動画めっちゃ見てる人は分かると思う。マジでいいものなんで試してほしい。今日僕中心の練習になっちゃうんですけど。あ、そうですね。今日の練習メニュー123本。出力は8。結構いくね。13秒台で3本。それをしかもシューズで。マジで、はい、武田のね怪我の段階もちょっとずつ良くなってきてるっていうところも含めて今日皆さんにお届けできればと思います。それではやっていきましょう。ダッシュで行こうぜ。周平が知るんですけど、僕も履かせていただきます。はい、薄いんだよね。しかも薄いのにしっかり風を通さず筋肉もサポートしつつ、やっぱその恩恵って結構感じられます。相当感じる。こういう効果がめちゃくちゃありますよっていう言い方はできないんだけど、弾圧がしっかりしてるとサポートされてるなっていうメンタリティめっちゃ大事なので、テーピングとかもそうじゃんね。そういう役割も果たしてんのかなっていう印象あります。よしきさん、僕 L サイズなんですけど、よしきさん M サイズです。はい、ああなるほどね。ダッシュで行こうぜ。こっ、結構出力、まあ8ですからね。14秒2。それ動きはね、そんな悪くないんです。そんな悪くない、それが一番大事。うん、怪我はどうですか。あ、全然平気。今日123本やらせてもらってんだけど、うん、昨日マックスライン入って SE できた。あ、マジで、うん、おお。それと今日なんで、はいはい、11度です。11度。はい、悪くないかな。次13秒9。はいはい、はい、ちゃんといけたら、うん、もう狙いと思います。はい、じゃあちょっと5分間休んでいきます。 OK、うん、はーい。
丸っていくんですよ。13秒9号。おお、さすがちゃんと13秒9ぐらいっつって、それで来るのすごい。や、歴間的には、うん、13秒6ぐらい。ああ寒いからね。思ったより動かない。だって久しぶりに120こんぐらい出してよく出しとんで、うん、安心しています。はいはい、そうだね。きついなと思いながらも安心もしています。と、うん、いうことで、ちょっとまた5分休んで、はい、ラスト1分いきたいと思います。はい、お疲れ様です。はい、13秒5。おお、いいね。この風、この辛さ、ロングタイツ、はい、冬季霊の匂いがしそう。よかったんじゃないかな。うん、段階としてはよかったと思います。やっぱりこのぐらいのスピードレベルでも全く気にならない、むしろいい感じで、うんうんうん、サポートしてくれるこのプロフィッツロングタイツ、気になる方はぜひ概要欄からチェックしてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。疲れてるやん。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。